皆さんこんにちは。今年1月19日の劇場公演をもって AKB48 を卒業し、2月29日付で芸能界引退を報告した茂木しのぶさん。これまで幾度か言動が物議を醸した茂木さんですが、卒業公演後に行ったショールーム配信での発言が過激すぎるとファンがざわついたといいます。グループを卒業し引退を視野に入れていたのか、卒業公演後に茂木さんは運営批判したというのです。一体どのような内容だったのでしょうか。今回は茂木さんの物議を醸したこれまでの言動や最後のショールームで行った運営批判について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。8月15日に行われた劇場公演にて卒業を発表した茂木さん。13期生の茂木さんは2011年に加入し、2022年10月発売の60枚目シングル久しぶりのリップグロスで初の選抜に選ばれ、デビューから10年10ヶ月での選抜入りは AKB48 グループで史上最長の記録として話題となっていました。4月26日発売の61枚目シングル「どうしても君が好きだって」は2作品連続での選抜入りを果たしていた茂木さん。そんな人気者の卒業発表には驚きの声が続出し、 AKB48 では昨年になってから卒業者が続出。活動を休止したチーム8のメンバーの卒業者が多かったことから、事実上のリストラと噂されていました。世間に名を知られていないメンバーばかりであることもリストラ説に拍車をかけていました。そんな中、知名度も人気も高く選抜経験もある茂木さんの卒業が発表されたのは相当な意外性を持って受け止められていたんです。初選抜入りこそ遅かった茂木さんですが、 X のフォロワーは10万人を超えており、次世代エースとみなされる千葉恵里さんとほぼ横並びの支持を受け、昨年12月に行われた AKB48 初の年間アワード AKB48 アワードメンバーオブザイヤーでは、2022年に最も輝いていたメンバーを称える特別賞を受賞していました。昨年1月には芸能事務所のジュースに移籍し、同事務所には前述の千葉さんも所属しており、茂木さんのさらなる活躍が期待されていた最中の卒業発表にはファンも意表をつかれたに違いないでしょう。現役メンバー内で年齢が8番目に高かったことも卒業理由の一つとの声もありましたが、とはいえまだ26歳ですし、レジェンドこと32歳の柏木由紀さんが在籍しているうちは差したる問題ではなさそうという見方もあるようです。卒業の真相は定かではありませんが、 AKB48 の卒業ラッシュが止まらない中、もはや安泰といえるメンバーはいないということを茂木さんの卒業が示していました。そんな茂木さんですが、過去に言動がファンから批判を受けることがありました。まずは10年ほど前、茂木さんが16歳の時のこと、キスして損しちゃったをライブで披露した際、ステージの上で後輩の佐藤キアラさんを突き飛ばしたという映像がネット上で出回ったんです。ファンからこれはいじめではないかというコメントが相次ぎ炎上。しかし実際は次に歌うメンバーを手で押すという振り付けであり、茂木さんに押された佐藤さんはただバランスを崩してしまっただけだったようなんです。茂木さんはこの時の真相をグループメンバーによる YouTube チャンネル「ユーナーも擬音チャンネル」の中で「黒歴史」だと言って笑いに変えていました。また2023年8月10日放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」にゲスト出演した際には、番組内で恋愛がトークテーマになると茂木さんは「芸人さんってファンの人行く」ってよく言いませんと、芸人がファンの女性と交際結婚するパターンが多いと指摘。すると
MC の千原ジュニアさんも、俺らの頃と違って今は近いからな、俺らの頃はナンパしてやったけどと SNS の普及などでファンとの距離が近くなっているとうなずいた上で、でも元 AKB の人もファンと結婚あるんちゃうんと質問されると、茂木さんは今のところ多分いないと思いますとし、いないと思うんですけどたまに考えるんですよ。じゃあ私が AKB を辞めた後にファンの人と結婚したら何がダメなんだろうってと、グループ卒業後にファンと結婚するのはどうなのかと尋ねていました。ジュニアさんらが全然悪くない、何もダメなことないとしたものの、茂木さんはこの話を個人で配信してる時にしたんですよ。そしたらすごい叩かれちゃって、何を言ってるんだみたいに言われてとバッシングを受けたと告白。それでも私だって私のことを好きって言ってくれる人がいいじゃないですか。この人に私のことを好きになってほしいなって思いながら日々生活してるから何も悪いことじゃないと持論を展開していたんです。そんな茂木さんも1月19日に卒業公演を行い、同月には卒業を記念したソロ写真集をリリースし、円満卒業と思われていたのですが、最後のショールーム配信での運営批判が注目を集めました。茂木さんは最後のショールーム配信の中でファンや他のメンバーへの感謝の言葉を口にする一方、卒業記念ということで今日のこのドレス姿も EC サイトで販売もされますし、卒業記念写真も販売されます。その収益は私には入らないですがと内情を暴露。ファンからの驚きの声に対し、茂木さんはなんで入らないんですかね、そういう人たちなんです、作手会社と AKB48 の運営サイドを痛烈に批判。さらにこのままショールームとかをやり続けても DH にお金を取られ続けるだけだし、ファンのみんなの好きの気持ちが私じゃなく AKB48 の事務所とかにお金がどんどん入っていくシステムが嫌なので、 AKB48 を辞めたら配信もしないし搾取されないように私は一度行方をくらましますと続けていました。茂木さんは約12年間のアイドル活動を振り返り、楽しかったとも発言していたのですが、メンバーも現場にいるスタッフさんも本当にいい人だしとしながらも、現場にいない人たちが悪いんですけどねとちくり、配信を見ていたファンから心配の声が上がると、だって私もう怖いものないもん、こうやって言って残っている子たちがかわいそうだという声が大きくなればいいなと思っていると捨て台詞を残しました。2月29日には所属事務所ジュースと退所し芸能界を引退。引退にあたり茂木さんはこれからは芸能界を離れますが、茂木は元気に楽しく生きていこうと思うので、皆さんもどうか健康に生きてくださいとコメントし、ファンやスタッフに感謝の意を伝えていました。なんとも衝撃的な運営批判ですが、内情を知る関係者は、茂木は昔から良くも悪くも正義感が強く、はっきりと物を言う性格、自身の卒業後もグループに残る後輩たちを思っての運営批判だったのでしょうとフォローしていました。昨年には50人近くのメンバーがグループを離れる卒業ラッシュが話題となった AKB48。 今年4月には黄金期に活躍した数少ない現存メンバーの柏木由紀さんも卒業します。グループ人気の下降で運営サイドはスリム化や経費削減などに注力し、給料面などメンバーの待遇も厳しくなっており、最近の卒業ラッシュはその表れだと関係者は明かしており、茂木さんはいい時代も知っているだけに
なおさらグループの現状に思うところもあったのではないかと推察していました。引退することを考えた上での運営批判だったのか、運営批判によって引退を決めたのか、そこは定かではありませんが、 AKB の内情を変えようと動いたのは確かです。3年ほど前にはグループ解散の噂が業界内を駆け巡っていましたが、その時はなんとか持ちこたえた AKB、 運営もギリギリのところでやっており、 AKB48 は常設劇場を持つ大所帯グループということで、他のメジャーアイドルグループに比べても何かと経費がかかるでしょう。移籍した所属レコード会社も大手とはいえ外資系ですから、お金の面ではシビアなんだそう。来年20周年を迎える AKB48 ですが、晴れてアニバーサリーを迎えることはできるのでしょうか。今後にも要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。